宇宙は美しさと同時に無数の危険を秘めています。特に地球外の惑星は、その多くが地球上の生命にとって極めて危険な環境を作り出しています。今回は海王星、金星、土星についてお話しします。海王星。海王星は太陽系の外側に位置する青く美しい惑星です。太陽から8番目の惑星であり、1846年に発見されました。この遠く離れた惑星は地球から約45億キロメートルも離れており、太陽光が届くのに約4時間かかります。海王星の大気は主に水素とヘリウムで構成されており、メタンの存在がその特徴的な青い色を生み出しています。メタンは太陽からの赤い光を吸収し、青い光を反射することでこの独特の色合いを作り出しています。この惑星は直径が約 49,244km で地球よりも大きいですが、地球の17倍以上の質量を持っています。海王星はガス惑星であり、固体の表面を持っていないため地表面という概念は存在しません。その内部構造は完全には解明されておらず、中心には岩石や氷のコアが存在すると考えられています。海王星の気候は非常に厳しいものです。強力な風が惑星全体を覆っており、風速は時には時速 2000km にも達することがあります。これは地球で観測される最も強いハリケーンの約5倍の速さです。また海王星には大きな黒い斑点が存在し、これらは惑星全体に及ぶ大規模な嵐を示しています。海王星の内部は非常に熱く、中心部の温度は数千度にもなると推定されています。しかしこの熱は太陽からのものではなく、惑星の内部で生成されるものです。海王星の内部では高圧と高温の環境下で複雑な化学反応が起こっていると考えられています。海王星にはすでに知られている14個の衛星があり、その中で最も大きいのはトリトンです。トリトンは逆行軌道で海王星の周りを回っており、窒素の氷が広がる非常に寒い世界です。この衛星は太陽系で唯一の逆行する大型衛星であり、地質学的に活発なことが知られています。1989年にボイジャー2号が海王星を訪れた際には貴重なデータが収集されました。しかしそれ以降、直接的な探査は行われていないため、海王星についてはまだ多くの未解明の謎が残されています。その遠距離と過酷な環境のため、海王星で生命が存在する可能性は非常に低いと考えられています。この神秘的な惑星は今後の宇宙探査の対象として引き続き興味を引く存在です。金星。金星は太陽系で太陽に次いで2番目に近い惑星で、地球に最も近い隣の惑星です。金星は地球の姉妹惑星と呼ばれています。これはそのサイズ、質量、構成が地球と非常に似ているためです。しかし気候や地質的特徴は大きく異なります。金星の大気は非常に熱く、主に二酸化炭素で構成されています。これは温室効果を引き起こし、惑星の表面温度を極端に高くします。実際金星の表面温度は約465度で、これは鉛が溶けるほどの熱さです。そのため金星は太陽系で最も熱い惑星です。金星の大気中には硫酸の雲があり、このため地表は宇宙から直接観測することが難しいです。しかし宇宙探査機によるレーダー探査と地表への着陸により、金星の地表が明らかになりました。金星には数多くの火山と山があり、地表は主に岩石で構成されています。金星は非常に遅く自転しており、その自転の方向は他の多くの惑星とは逆です。これは逆行自転と呼ばれ、太陽系の他の惑星が東から西へ自転するのに対し、
金星は西から東へ自転します。金星での1日の長さは地球の約243日分で、これは金星の公転周期よりも長いため、金星では1日が1年よりも長いのです。金星は地球から見ると太陽に非常に近く、そのため太陽が出ている間は通常見ることができません。しかし太陽の昇る前後、つまり夜明けや夕暮れ時には非常に明るく輝いて見えることがあります。これにより明けの明星または宵の明星とも呼ばれます。金星の環境は極端で、地球上の生命には非常に厳しい環境です。しかし金星の大気や気候を理解することは、地球外の生命の可能性を探る上で重要な役割を果たしています。未来の宇宙探査では金星の詳細な研究が期待されています。土星。土星は太陽系内で太陽から6番目の位置にあり、その鮮やかな輪で知られています。この巨大なガス惑星は主に水素とヘリウムで構成されており、太陽系の第2位の大きさを誇ります。土星の直径は約116,460km で、地球の約9倍の大きさです。土星の最も注目すべき特徴は、周囲を取り巻く輝く輪です。これらの輪は、氷の粒子、岩石の破片、および宇宙の埃からなっており、太陽系で最も鮮やかなものの一つです。これらの輪は数百万キロメートルにわたって広がっていますが、とても薄く、最も厚い部分でもわずか数十メートルです。土星の内側は太陽系内の他のガス惑星と同じく、大部分が水素とヘリウムでできています。中心核は岩石質で、その周りを厚い金属水素の層が覆っていると考えられています。この金属水素層は高圧化で、水素が金属的な特性を持つようになるため、惑星の内部は非常に高温かつ高圧の状態にあります。土星の大気は非常に高速の風が吹き荒れる過酷な環境です。時には時速 1800km に達することもあります。この強風は惑星の高速な自転によって引き起こされます。土星の1日は約10時間半と非常に短く、これが強力な風を生む一因となっています。土星はその巨大さに反して、実は密度がとても低いことで知られています。具体的には土星の密度は水よりも低いのです。理論上、大きな海があれば土星はその海面に浮かぶことが可能です。この惑星には少なくとも82の衛星があることが知られており、その中でも最も有名なのがタイタンです。タイタンは土星の最大の衛星で、厚い大気を持ち、地球以外で液体の表面が確認された唯一の場所です。タイタンの表面にはメタンとエタンの湖や河川が存在し、独自の気候システムを持っています。土星の環境は高圧と低温で、地球型の生命には非常に厳しい状況です。また固体の表面がなく、極端な気圧のため、生命が存在する可能性は非常に低いと考えられています。しかしその衛星であるタイタンのような場所では、生命の存在の可能性に関する研究が続けられています。土星を訪れた探査機には、パイオニア11号、ボイジャー1号、ボイジャー2号、そして特に詳細な観測を行ったカッシーニがあります。これらの探査機は土星の大気は磁場について貴重なデータを提供しましたが、その謎の多くは未だに解明されていません。遠い存在である土星は、その美しい輪と神秘的な特性で、今後も多くの人々の関心を引き続けるでしょう。これらの惑星はその極端な環境により、地球上の生命にとっては非常に危険な場所です。強烈な温度変化、有毒な大気、強い放射線、圧倒的な重力など、多くの要因が組み合わさっています。宇宙探査が進むにつれ、これらの惑星の神秘にさらなる光が差すことに期待されますが。
現時点では人類にとって生存不可能な環境であることに変わりありません。それではまた次の動画でお会いしましょう。